近年、北朝鮮から弾道ミサイルなどが高い頻度で発射されており、日本を取り巻く安全保障環境は大きく変化しています。もし九州に向けて弾道ミサイルが発射されると、わずか10分もしないうちに到達する可能性もあります。私たちが住む熊本県にもその危険が及ぶ可能性はゼロとは言い切れません。北朝鮮からの弾道ミサイルが九州方向に向けて発射、または九州上空を通過し熊本県にも危険が及ぶ可能性がある場合には、国からの緊急情報を瞬時に伝える J アラートが発出されます。これが J アラートのサイレン音です。防災行政無線でこのサイレン音とともにメッセージを流すほか、スマートフォンに届く緊急速報メール等により緊急情報が伝えられます。日頃から万が一に備え、 J アラートが鳴った時の取るべき行動について理解しておくことが必要です。